スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は 先へのののメンンタタルタフネスへの道こんにちはカウンセラーの先です私の回では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたりストレスとの上手な付き合い方など心がちょっと軽くなったりへこんでも上手に立ち上がるコツそんなお話を毎回ゲストの方をお招きしながらお伝えしていく番組です。ただですね前回も そうだったんですけれども今回もちょっとですねそういうお話とは趣向が若干違いますけれども前回に引き続き今回も労働安全衛生法の改正のお話をコマーシャルを挟んでさせていただければと思います先へのメンタルタフネスへの道 作活動の多くは実は中小企業によるものですそんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい日本経済の担い手技術立国の立役者ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援しますパワー・オブ・イマジネーション 方針国際特許事務所先へののメンタルタルフネスへの道、はい、ではですね本日のゲスト前回に引き続きまして来ていただいています厚生労働省委託事業働く人のメンタルヘルスポータルサイト「心の耳」の事務局長をされていらっしゃいます湯見正さんです。 よろししくお願いします,しいします前回ですね、はいえー、この労働安全衛生法の改正のほぼ決まったこと、はい、ちょっとお話をお伺いしたんですけれどもおさらいで、はいえー、まずですねこの法案で何が決まったかというと2015年の12月1日からここれを実施するるよううになとといであこれというのはストレスチェックのお話ですけれども。うん 今回の法改正、まあ、いくつかありますがメインでお伝えするのはこのストレスチェックのお話というふうになります。はい、でそれが12月1日から実施しますよということそれから2番目としては労働者がまあ50人以上の事業場さんが義務化というふうになってるということなので50人未満の方、はい、企業のところはですね努力義務というふうになってるんですよね。うん それから労働者の検査受診の義務はないということそして検査できるのは医師保健師等ということで、まあ、一定の研修を受けた看護職の方ですとか精神保健福祉士さんがこれらストレスチェックを実施するこの4点がまずは決まっているということですね。でとはいえです、ね、実際に50人以上のの企業さんがこスストレスチェックを やるというのが、まあ、会社にとって、どんな影響があるのかとか、そのあたりのこともですね。はい、ちょっと今日は突っ込んで、聞かせていただきたいなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。これ、私もですね、いくつか企業さん、お邪魔しまして。はいうん、まあ、話題に上るのが、やっぱりこのストレスチェックなんですね。嫌、はい、だなっていう。 会社さんまあうちはもうやってるから全然構わないよっていう会社さんもあればまあすごい受け止め方がいろいろなんですけれども実際このストレスチェックっていうのをね義務化になるこの50人以上の企業さんにとってはどんな影響があるのかどんなふうにこのストレスチェックが実施されるのかそんなことをちょっと聞かせていただきたいんですけど。はい、はい もうすでにそのストレスチェックを実施している事業所の割合というのが、はい、実は厚生労働省が毎年行っている調査の中で、はい、ちょうど昨年平成25年のデータが先週公表されたばかりなんですけれども、はい、そちらを見る限りはですね平成20まあ 1, 1年前平成25年11月に まあ調査したものが、やっと一年経って、二十六年、平成二十六年に公開されるんですけれども。二十五年の十一月時点で、数値チェックを行っている事業所の割合というのは、十五点八パーセントと。うん。まあ多いと見るか、少ないと見るかですよね。<laughs> そうですね。<laughs> なんかちょっと少ない感じがしますけどね。<laughs> でも平成二十四年が十二パーセントだったので。うん。まあ三パー増えた。三パーか。<laughs> っていうのは。はい。はい でまあ、その増えた分というのとあと大きな割合としてはやっぱり大企業が多いんで、ねうん、1,000人以上の企業においては、まあ、メタルス対策もほぼ100%の企業が行っていますし、はい、数値チェックも61%の企業が行っていると。はい、で300人未満、まあ、100人から300人になると、まあ、急激に減りまして30%と。うん さらに百人未満、五十人から百人。うん、まあ産業医の専任義務があって、今回の法律でも必ずやりなさいと義務化されているところ。の割合っていうのが二十パーセントと。うん、まあ、でも20、二十パーセントの十五パーより多いのかなというのは。まあ、そうですね。うん、まあ、でも、きっと半数以上の企業さんは。じゃあ、まだまだこれから。これをやらなければいけないんだというところにいるわけですね。うん、<laughs> いいですね。はい。うん でさらにににに50人以下ななっってててくると、まあ、13%と非常に低いい数字にはなってきています、はい、で実,際実際にそのステージチェックを行っているそのやり方、はい、いつやってるかっていう点でいくと、まあ、これもまあ同じ、えー、調査結果ではあるんですけれども定期健康診断の時にはやっているものとやっていないものと、うんうん、で実際はどちらが多いかというと定期健康診断以外の時にやっているとい、うん、企業さんが多い。 でそういった企業さんはその後の面談ストレッチェックで高ストレスの方に対してのお医者さんによる面談などを行っているという割合もまあ実施しているものっていうのは大企業であればあるほど多いと、はい、つまり大企業さんは専属でいる産業医さんがいるのでうん、うん、その産業医さんが中心となってストレッチェックも行い高ストレスの方に対しての面談も行ってで必要に応じてその組織に対しての フィードバックであったりとか職場改善にについてのアドバイスまでされている大企業さんはあるのかなと大企業さんはじゃあもうすでにそういうことやっていて流れもスムーズにできてますよね、うん、大企業は多分そうだと思いますねで中小企業ですよね今回はそうなんですよ <laughs> そういう流れができていない会社さんは <laughs>、はい、じゃあどうしたらいいのっていうことなんですよ、うん その中小企業に、まあ、データをぶった切って見てみると、はいはい、ストレスチェックの実施時期が、まあ、割合的には定期健康診断の時に実施している方が多いってわけではないんですけれども大企業よりはそっちの方が多いのかなと定期健康診断の時にやると。うんうん、で中小企業さんの場合は定期健康診断も 多分その健康診断検診機関にお願いをしてやっている場合が多いと思うんですが検診機関のお医者さんによるお医者さんとかまあ検診機関に関わっている保健師さんや看護師さんカウンセラーの方による面接、うん、指導っていうのが多いっていう割合があります。うん ですで実際中小企業さんが今回のストレスチェックの行うにあたっては定期健康診断時にストレスチェックを行ってその検診機関と今一緒になって相談対応というか面談を行っていくっていうのが現実的なのかなっていうのがこのデータを見れば思いますね。なるほどそうするとじゃあそとうういう定期健康診断を やるところで、はい、そういうことが、まあ、できるのかどうかを含めて確認してできるのであればそこで全部まとめてやってもらうのが一番その企業側にとっても負担なく、うん、あのうまく流れ的にできるようなやり方なんですね。はい、ですね。で健康診断の、まあ、全国団体で全英連っていうのがあるんですけれども、はい、そこの、まあ、そこが行っている調査によると。 スストレスチェックも一緒になって行っているっていう健康診断機関の割合も増えていますし、うん、その全英連が中央労働災害防止協会という今団体がありまして、はいはい、そこはもうストレスチェックにおいては老舗というか、はい、非常に昔からやっているんですけれどもそこと組んで行っていると。実際ににそこののスストレチチェェッッククををを使ってチェックをした後に医師の面談をその 健康診断機関の中で行ってでケアまでするっていうような割合が増えてきてきいるとうんあ医師の面談までやっぱりないとストレスチェックだけ。 ありませんあのすごく大事なことだと思うんですよ。はい、あのスースチェックってもうイメージするとそのチェック項目があってはい家でこう答えて、はい、それを、まあ、データ分析したらこうシートが出ましたと。で私は今スースが高いんだ低いんだって分かりました。そうで,す、ね、で終わりじゃないと。 あ、それで終わらせちゃいけないとそれやりなさいでポンってその紙一枚渡しちゃダメなん <laughs>、はい。企業側が義務としてやりなさいでで本人もやりたくないはい終わりじゃないんですよ <laughs> ああ、その後もあると、はい、でそれで高かった方に対して医師による面談まで行うことと、うー,んコースツースに対しては医師による面談を行うこと なるほど、自分がチェックして、あちょっとストレス高いなと思ったら、はい、お医者さんに面談をしてもらうわけですね。そうです。でまあ大前提希望者って本人の同意を得て、でなおかつそこに事業者に対してその結果を知らせますかっていうのがありますね。それ結果高いっていうことを、はいはい、事業者前は、まあ、経営者まあ今回の社長さんですね。はいはい、社長さんに知られたくないっていう人もいますよね。 そっちの方がね多いような気もしますよね <laughs> 知られたら何をされるかを考えないとうん、うん、でなってくるとじゃあ嘘をついて答えるような人も出てくるしうん、うん、そうなってくると本来の数値チェックの意義というか意味もなくなってくるとそうですよね攻略本なん,かもなんか出てくるような可能性もあるでしょうからねそうですよねうん。本来の趣旨と違う方向に行かないようにするために、はいうん、だから最初のあの労働者に対しての受信義務というのは外したと あ、なるほどね。うん、そういうことなんですね。で、じゃあ希望者がお医者さんに面談をしました。うんはい、で、お医者さんとこういろいろ聞かれて、はい、うん、ちょっと君ね、ちょっとストレス高いから仕事をどうにかしてもらえないのみたいになる可能性もあるじゃないですか。<laughs> うん、そうですね。産業医者さんが言って、うん、そうですよね。うんうん、そういうふうになって、でもまだこの。 それってその後どういうふうに企業側はすることがあるとか何かあるんですかその辺はそのお医者さんが面談をして、はい、まあもちろん本人に対してのケアをその面,、はい、面談時に行うと。はい、で労働者本人の同意を得,て、はい、得た上でその結果を会社側に伝えるとお医者さんが。んでその情報を伝えてでそれで会社側に改良しなさいと。 配慮をするっていうのは、まあ長時間が空いてるから長時間労働を抑えるようにしなさいであったりだとか、あるいは今職場環境が悪いから環境を良くしなさいと。まあ環境ってそういうのはそれこそあの人間関係だけではなくて、冷暖房が暑いの問題だとか空調の問題とかもいろいろありますので、環境の整備をしなさいだとか、そういったことを事業者側に意見を言って、で事業者側は労働者に対しての配慮をすると、うん。うん、うん そこまで全部ひっくるめてスストレスチェックなんですかはいなるほど本人のケアだけではなくて職場環境も変えていくなおかつ今の一人だけの話だったんですけれども、ええ、労働者のいる職場全体の組織における傾向なんかも見てでその職場の中での問題点も改善しなさいよっていうのが法律の中に書かれていますね。うーん あ、だからこその、その職場全体での、ストレスチェックをして、職場環境を。良くする、はい、要はそういう不調者を、こう出さないような。職場づくりをするための、ストレスチェックという、うん、そういう位置づけ。そうですね。なんですかね。ですねうん、なるほどね。でも、それ、あの、先ほども、労働者の同意を得て、結果が事業者に戻ってくる。ですよね。はい、ってことは、はい、労働者が言わないでって言ったら。 その実施している会社側は何もそういう情報がないのでいいよううがなとだよね <laughs> 労働者には二重の権利というか、はい、まあ,あるんですよねで、はい、一つはそのストレスチェック、はい、最初の時点で受けるか受けないかと。う で受けた上で高ストレスであったとして、はい、それを企業側に伝えるか伝えないか、この二重のハードルで権利があると、はいうん。で、事業者側はまあやった以上知りたがりますよね。そうですよね。でもそこをどこまで。 この促していいか、うん、要は毎年受けないような健康診断と同じですよね、はい、毎年受けない労働者に対して健康診断を受けてくださいねっていう鑑賞をイッ、うん、チェックを受けてない人たちに対して受けてくださいねっていう鑑賞をどこまで企業側が言っていいかと、うん、そこの部分の、まあ、線引きであったりだとか白黒はっきりつけるために今行われている検討会というのが 先週の金曜日から始まったんですけども、はい、まさに個人情報の管理方法について、はい、また受けなかった労働者に不利益なことがないようにそういった不利益な取り扱いを行わないようにするにはどうすればいいかと、はいうん、そういったものを考える検討会というのが今行われていて、はい、まさに今文章を作ろうとまあ検討会でいろんな先生方がごちゃごちゃ話をしている最中です。うんじゃあその辺は今後はっきりとしてくるわけなんですね。はい 多分12月ぐらいにその検討会が終わると思われるので、はい、その頃には検討会としての方法が出されると思いますあなるほど、はい、じゃあもうちょっと先になりますけれども、はい、そういったことをまた心の耳で最新情報はチェックしてと、はい、いうところになるんですかね、はいはい、あそうですかこれでもちょっと素朴な疑問いいですか、はい、ぶっちゃけこの、ね、義務化されても やらないと、なんかペナルティとか <laughs> あったりします。ペナルティで企業側。まあ、社長さんにですよね。そう,そ,うそ,うそうですね。<ー>実際のところ、うん、こう七面倒くさいし <laughs>、そんなのやってられるかみたいに。思ったりもするかなと思うんですけど。はい まあ、あの端的に言うと義務化されてますので、はい、義務化、まあ、法律ですわ、うん、労働安全衛生法という法律で義務化されているものをやらなかったと。うん、で労働安全衛生法まあ労働基準法の下になるんですけれども、はい、まあ公的な法律になりますので公的法,法になりますのでうん、うん、それを管理しているのは労働基準監督署の。 労働基準監督署が管理しててよく残業時間とかその辺で「君んとこ多いよ」とかっていう「あそこですね」って告げ口をして労働者が言われて監督署が来たっていうのもまさに「労働基準監督署」この2回目でしたっけ古山さんが古山さんはもう長年30年近く労働基準監督署の所長を務められた大ボスですからああいった怖い人が。 来た時に見るのは労働、まあ、法律上のことをやってるかどうかと6省来た時にこう見るの法,法律どおりやってるかでやっていないものに対してまあ最初から捕まることはないですわ。でもあまりにも何,何度言ってもやってなかったりだとか、はい、まあそこでさらに大きな問題が起こった場合であったりだとかほか、うん、とひっくるめてあまりにもこの企業は 通知チェックをしないことで問題があるではなくて通知チェックをしないせいでメンタルヒルスの問題が大きくなって、うん、それで職場においてのうつ病の人が多く出てきているとかうん、うん、あるいはまあ給食の方が多くなってきているだとかそういった問題点がこの企業はあまりにも多いとなった場合。うん まあそもそも法律の違反をいくつかしているわけですので、捕まりますね。誰が捕まえるか、まあつまりその刑事罰になるんですけれども、それ捕まえるのは労働基準監督署の署長さん。警察署じゃないんですね、これが。あ、そうなんですね。で、機長の署長さんが来て捕まえていくと。社長さんを。社長さんを。社長さん聞いてますか？捕まっちゃいますよ。捕まっちゃいます。手錠でガッされますよ。あ、そうなんですね。 でもねあの古山さんから聞いた話ですけど、はい、その手錠はその労働基準監督署はないので、ええ、毎回警察署に借りに行かなきゃいけないらしいです <laughs> あ、でも本当にそういうふうにやるわけですね <laughs> まあ実際最近の大きな事件では前回も言いました大阪での印刷工場での単管が,んが多く発生したといった問題に対しては労働基準監督署の所長さんがこう捕まえたっていうのは ありますねうんやっぱりじゃあそれだけ結構ストレスチェックをしっかりとやるやらないまあこれだけじゃないですけれどもこれひっくるめて職場環境全体をきちんと改善していくというのは社長さんにとって売上を上げるのと同じぐらい大事な 役割になってくるわけですね。そう,そう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 。うん。でそれで職場環境が良くなってきて、はい。皆さんが働きやすい環境で、はい。その短時間の間に一生懸命働いてくれれば生産性上がりますもんね。そうですよね。病院に環境が悪くて仕事、うん、ができなくなって、うん、でそれでまあ休んでしまったらその分。 会社としては負担が大きくなってきますし、うんうん、で、お金という面で話をした方が分かりやすいですね。すね <laughs> お金という面では、刑事罰では捕まって、その禁固刑だとか、そっちの方ですけども。うん、その後に来るのが民事の裁判。いや、うん、民法上の損害賠償請求って言われるですね。はい。はい、で、そこで、まあ、有名な某 D2 事件みたいな感じで。一億何千万ものお金を、その損害賠償金で支払うことになると。うんうん、なるほど。 そこにつながっていきますねそうですね、うん、そうなんだそこまでつながる話なんですよねかつ D2 事件みたいな感じで会社名も出てきてうんちゃる事件ですよ、はい、そうですよね <laughs> 企業としてのあのイメージダウンにもつながっていくと、うんうんうん、なるほどそれはもう中小企業さんでも新聞の中では名前出てきてますからねそうですね、うん、民事の 裁判になってくるとうん、うん、そうですよね、うん、やっぱりじゃあこのストレスチェック、はい、義務化に伴って、うん、これだけじゃないその会社全体のいろんなことをよくしていく、うんはい、その視点でストレスチェックも実施していくというのが、うん、一つの企業の在り方として大切ということですよねありがととうございますちょっと50人以上のね。 企業さんがまあ義務化なんで、はい、こんなところになるかなとも思いますけれどもちょっとまた CM 挟んで、はい、うちは49人ぐらいだから関係ないよっていう社長さんのためにも <laughs>、はい、その辺りのことをお伺いしたいと思います。はい、ま先へののメンンタタルルフネスス道キッチンやバスルームだけでなく リビングやベッドルームにもアート作品のようにタイルが自空間を彩ります札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります見てきて触って選んでくださいタイルをアートに名古屋モザイク ののメンタルタルフネスへの道ではですね、はい、まあ実際にこの義務化になってるのは50人以上ですけど、はい、49人だからうっし,し関係ないぜみたいに思ってる企業さんもいらっしゃると思いますが <laughs> うん、うん、実際のところどうですかねそういう50人未満の企業さんは全くやる必要ないのかどうなのか。はい それちょっと聞かせていただきたいんですけど、はい、あの前回。<laughs> お話しさせていただいたような感じで、うん、その50本来はこのステージチェックの制度というのは全事業上で行うことというふうに法律は作られて法律案かは作られていたんですが、うんはい、厚生労働省じゃない自民党の部会の中で最後大どん底返しがあって、はい、50人未満は中小企業さんかわいそうだからいいよ社長さんのための自民党だからいいよそこまで違いけないか <laughs> <laughs> なので50人未満で一回線を引かれたと。はい、でも 実際でそれでまあ法律は通っちゃったんですけれども、はい、やっぱりまあ労働者側も使用者側も公益代表もみんなかな、うん、やっぱり50人未満できるのはどうなんだろうっていう認識は持たれていますね、うん、なので先週から始まった検討会においても50人未満の企業のことも考えて検討会でルールを作ってくださいというのが最初に言われましたね、うん、まあゆくゆくは多分全事業場において、はい 義務化になる保護性がある、うん、そのようなことですよね。そこまで考えて今議論はみんなされてはいますね。うん、うんうん、そうですよね。うん、で結局このストレスチェックはやっぱり労働者働いてる人を守るためのものだから、はいうん、それは大企業に勤めてようと住人、うん、未満のちっちゃい会社さんであろうと。はい 働いていらっしゃる方は同じなわけでそういう意味ではやっぱりね、うん、うちの会社関係ないよじゃなくて、うん、やっていただい,た方がいいいたただ方がわけですよねそのストレスチェックをすることの意味は何なのかっていう点でいくともう一種になるのは本人にストレスの状態を知ってもらうと気づきにつなげると、うんうん、でいつもと違う自分にまず気づいてもらおうと。はい それでスーチェックをすることによって自分が高ストレスの状態にあったとか、うん、あるいはまあいろんな要因があるんだなっていうのを気づいて、ちゃんちゃんで終わりじゃなくて、うん、で、その後にストレスの軽減、うん ををすするための行動を起こす、まあ、あるいは仕事以外のところで楽しみを作ったりだとか仕事量が自分で可能であれば減らしたり,あったりだとかそういったことでセルフケアにつなげるうん、うん、また抱えている問題に対して、まあ、抱え込んでしまっている場合は誰かに相談をする、うん、同僚であったり上司であったり、うんまあ、家族であったりだとか、うんまあ、そういった相談をすることですっきりするものも多いと。うん、そういった気づきを 与えるる対象とななな労働者って別に50人以上であろうがなかろううががか一切関係ただそれを機会を与えた方がいいですよね50人未満の会社であってもでその機会をまあ早い段階で与えてもらえたことによって大きなうつ病になったりしないで済む休むことなく働けるまたさっきのような感じで生産性が上がってくるようなことにもつながってきますので。 人未満でもやった方がいいいと思ますすねねそうでよやっぱりこういうことがないとなかなか自分のストレスって立ち返ってみるっていうこともしないでしょうしそういう意味ではそういう場をそういう機会を与えてあげて先ほど岩見さん言っていただいたような自分で自分に気づいて自分で早く対処できるようなことができれば一生懸命ね企業のために働いて頑張って。 突然バタって倒れることなく、うん、皆さんが心も体も元気にできる、はい、そんな体制作りというのはすごい重要ですもんね、うんはい、それはやっぱり企業規模に関係なく関係いですよね、うん、そうですよねやるというのはすごく重要になってきますよね、うんうん、なるほどなるほどやっぱりそういう意味では、はい、今回は、ね、あの法改正で50人以上が義務化にはなってますけれども、うん その49人であろうと10人であろうとこういったことをやってみて、はい、それでどういうふうに会社がよくしていくためにはどんなふうにしていったらいいのかをいろいろ皆さんで考える一つのきっかけになればすごいいいですよね。はいうん そうすると、はい、あの、まあ、いろいろお話を伺いましたけれども。はい、まあ、今から会社内でできること。うん、そんなことも、ぜひあれば、お伺いしたいんですけど。はい、実際に、えー、まあ、こういうふうにしなさいよっていうような指針。はい、厚生労働省令、かん、はい、で出るのは、来年の2月3月ぐらい。というふうに、えー、予定されています。はい、で、まあ、実際には、その後、スイスチェックの制度であったりだとか、社内の法律に沿ったやり方っていうのは。うん 体制作りそこからしていってもまだ間に合うと。はい、で、今できること。はい、今できることとしては、スルスチェックがうまく回るための職場環境作りをしておくことと。うんまあ具体的には、はい、もう先ほどから出てますように、社長さんに対しての信頼、社長さんに対しての信頼じゃないな。いわゆる実施者であったりだとか、はい、こうスルスチェックをしたものを出した先に対して信頼できなければ、うん、労働者は嘘をつくと。 そうです、ね、嘘をついてしまうこと前提でじゃあ企業側もどうするかっていうような騙し合いのようなことでもう仕方がないと。なのでまず数値チェックだけじゃなくて企業がメンタルヘルス対策を行う、うん、メンタルヘルスの研修であったりだとか、はい、社内では相談窓口を設置するであったりだとかうん、うん、そういったものをまず最低限のものとしてやられた方がいいかなと。なるほどでそういった職場の中でメンタルヘルヘス体制がしっ しっかりしたものがあって、うん、職場環境がいいから上司と部下との間も信頼できる、うん、社長さんのことも信頼できる、うん、社長さんも部下を部下とか従業員を信頼できるうん、うん、っていう環境においては数値チェックをしたときに労働者は嘘をつかないと思うんですうん、うん、社長さんもこの労働者は嘘をつくなっていう考えを持たないと思うんですよそういった職場環境作りを今からまずは作ってみては やっぱりこう仕事は信頼関係で成り立ってますからね、はいうん、そういう意味ではストレスチェック云んんじゃなくって、はい、しっかりとまあ社長さんと従業員、うん、上司と部下同僚関係のコミュニケーションをしっかりと図ってやっていくことからストレス体制作りがしっかかりとととでがるということですかね、はいはい、そういった職場環境があってこそのストレスチェックの効果というか意味があるものだと思いますね。 やっぱりこうメンタルヘルス対策ってうつ病どうしようとかそのストレスフルな従業員さんどうしようとかまあそこに意外と目が行きがちだけれどもそうじゃないまずは足元の会社全体のところ周りの皆さんの信頼関係のところ普段みんなが何気なくやっているそういうところからスタートするのが 本当は一番大事ということですかね多分問題になっていることとかいうのは目に見えてる部分があると思うんですよただできるところからまず改善していくとうん、うん、そこが大切かなと思いますねそうですよね、うん、なるほど最後にですね、はい、この番組聞いていらっしゃる社長さんに岩見さんから何かメッセージ的なところがあれば教えていただきたいんですけれどもそうです社長さんが多いんですもんねそうなんです、うん、社長さんはその今回の スストレスチェックに対して、まあ、どう思われてるのかなと思いながら、まあ、さっき言ったような感じで従業員が労働者が嘘をつくなっていう感じを持たれて、うん、でストレスチェックをやるのと、うん、信頼してストレスチェックをやるのと、うん、出てきた場合の対応も変わってくるでしょうし、うん、労働者側もそれで本当のことにうをつくかっていうのもあると思いますし、うん、社長さんだからその職場環境を変えられる。 上司が最大の職場環境だと言ってる方もいらっしゃいますし、はい、じゃ社長さんの右を向けばみんな右向くかもしれないけれども、うん、職場環境を良くするか悪くするかも全部社長さんにかかっているのかなと。うん、ではもう社長さん一人で抱え込んじゃダメです。うん、社長さんも何かしら相談をする相談窓口を持っていた方がいいですし、うんうん、相談先となるあ相談支援者の方を持っていた方がいいと。うん あとは社長一人で抱え込まないで今回のスーツチェックのことやメンタル対策のことも何かしら社内の中の主担当となる窓口の社内担当者、うんまあ、指針の中でいうところの事業場内メンタルッ推進担当者って、まあ、噛むような長い部署であるんですけど <laughs>、はい、担当者の方を一人選任されてその方を中心に。 メドレス対策を行いながらできないところを外部の民間機関に頼みながらでしていくとよろしいかなと思いますねうん、うん、そうですねやっぱり社長さんはいろいろお忙しいので、はい、全部が全部自分でできるわけではないのでうん、うん、まあこういうことをきっかけに誰か一人担当者しっかり決めて、ね、社内でそういったことを取り組んでいくというのがまず大きな一歩になろうかなと思いますはい、はい ありがとうございましたありがとうございました先へのメンタルタフネスへの道スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして 全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方は、ホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道。皆さん、いかがでしたでしょうか。 前回そして今回とですね2回続けて労働安全衛生法の改正のお話について心の耳の事務局長をされていらっしゃいます岩見忠さんにお越しいただきました、えー、まだまだですねこの法改正についてはこれからいろいろ決まることも、まあ、あるということなので、えー、皆さん焦らずにしっかりと最新情報は心の耳をクリックしていただいてそういったところから正確な迅速 お得な情報を得ながらストレスチェックについて学んでいっていただければなと思いますそして岩見さんも言っていただきましたようにやはり社長さんがこれらをしっかりと踏まえた上で担当者の方とかを決めていただいてですね、会社全体組織全体で働きやすい皆さんが元気に働けるような職場づくりをされていただければなと思いますではですね今日は この会はこちらで終了とさせていただきます。岩見さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。